全10リーグ732名の最高位戦選手の頂点を決める究極の二巡半チャン、最高位決定戦。その興奮とその緊張とその本能とその情熱とその欲望とその絶望とその感動を全部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 さらけ出せ。私はですね、まあもちろん気持ちは挑戦者なんですけど、ダメでもともとってこうね、攻撃だけというか、腕を振り回すだけで勝ったらいいなという麻雀ではなくて、もう少しですね、お尻と落ち着いて構えて、去年よりもですね、復帰の連覇が何局か行くと、そういう選手だったりとか、ファンの方が見ていて、思ってくださるような、少し落ち着いた大人な麻雀を見せるかなと思います。単身赴任で東京に来て、麻雀のみの右腕一本で生きていく選択をしました。もう、クリアタイルは残ってないと思います。コンスタントに実績を残さないと生き残っていけないと思いますので、あらずにいたします。なんか僕はね、そもそも最高峰の A1 リーグがみんな強くて、でそのみんなと麻雀してるのがすごい幸せなんで、最高位を取るためにやってますっていう感じはなかったですよね。まあ、ただね、いつも、ね、一緒に練習してくれる後輩とかね、お店のスタッフさんとか、みんな応援してくれるんで、ね、まあね、そういう人たちのために勝ちたいなと思いますけど、自分の中で、個人的に最高位になりたいっていう感じはそんなないですよね。ちょっと変な感じですけど、まあ、いつも応援してくれる皆さんのためにね、精一杯言っていい内容で駆け抜けられたらなと思ってます。まあ、それで勝てなかったらね、まあ、もうしょうがないし、みんなもよくやったなって言ってくれるんじゃないですか。ということで頑張ります。おう最高位、そうですね。初めて取るまでは目標だったんですけど、今は麻雀を今教える仕事をしているので、まあ、その人たちが結構ね、やっぱ上手になってくるんですよ。そういうのをね、もっと広めていけたらなと思ってとかもありますし、競技麻雀の選手として一回はやっぱり M リーグとかに出てみたいですし、そういったものに必要なものって感じですかね、今は。ですね、去年やっぱ鈴木優さんに負けてすごい、まあ、悔しい思いをしましたし、まあ、今年1年であの時よりだいぶ強くなってきてるとは自分で思ってますので、優、まあ、さんに挑戦する立場なんですけども、まあ、誤解を恐れずに言うと自分が一番強いつもりで打ち切って、結果どうなるか分かんないですけど勝ちます。ぜひご視聴よろしくお願いします。最高位はこれはもう特別ですよ、うん、入った時からずっと目標、もう20年間目標にしてきたものだし、今人生ももう半分ぐらいになってですね、今41歳なんですけど、思うわけですよ、こう自分がこの生きていた証っていうのをこの世に何か残るかなってなった時に、最高位取れたらまあ悔いはないかな、この人生いい人生だったと。4回目の決定戦ね、確率的には4回出れば、まあ、1回ぐらいね取れるじゃんと思うけれども、やっぱりねそういうのないんですよ。対数の法則っていうのはそういう反動とかないから、やっぱり次もね確率は4分の1なんですけど、まあ、その4分の1を100分の25、100分の25.5、26.5、27にできるように、もうね、本当みんな強いからね、必ず勝ちますみたいなことはね、やっぱ言えないんですけれども、ちょっとでも勝てる可能性を高められるように、一生懸命勉強して、一生懸命
体調を整えて臨みたいと思います。